明治安田生命 J1 リーグ、鳥栖はホームで首位広島と対戦。最初のチャンスは鳥栖、左サイドからのクロスをトーレスに合わせますが、これはキーパー林が防ぎます。首位広島も反撃、青山がミドルシュートを狙いますが、これはバーの上。後半先制点の欲しい鳥栖は原川が左足、ここは林がファインセーブ。広島は右サイドからのクロスをパトリックが落として、日本代表佐々木がミドル。ここは鳥栖ゴールキーパー、日本代表の権田がセーブします。畳みかける広島は青山のスルーパスに柏、しかしここも権田が体を張って防ぎます。後半31分、鳥栖は安西のフリーキックに高橋裕二、鳥栖が先制。昨日の練習から安西のボールには結構合わせられてたので、あそこ来るなと思ってたので、信じて走ったらボール来たんで当てるだけでした。